こんばんは。メイクを落としていきます。今日は早送りじゃなくてリアルタイムというかで、ちょっと撮ってみようと思います。本当にものの5分ぐらいで落ちちゃうので、多分みんなが結構コメントで落とすのめっちゃ大変そうとかって言うんですけど、いや落とすのなんて本当に一瞬の物事で、よっぽど書いたりとかしてる方がめちゃくちゃ大変なので、本当の何にも苦労なんてないです。溶けるように落ちるだけの話なので、もうね悲しいぐらい一瞬で落ちるんですよ。よっ、オイルをつけてるときは目を開けると時々中にこうオイルが入っちゃって目が超痛いみたいなことになったりとかするんですけど、今日は大丈夫そうですね。よくさ、なんか顎が気になりますみたいなこととかも言われるんですけど、アニメのキャラクターって顔ちっちゃいんですよね。で、私めちゃめちゃ面長なんで、しょうがねえじゃん。はい。で、こんな感じで、ほぼこれで、あとはもう大体落ちたので、最近耳もね結構色を塗って消しているので、この辺もしっかり落としてあげないと塗料が残ってたりするんですよ。で、いいよ、服も落とします。よっ、よよよよよ、本当にこんな感じでするんとこう落ちてしまうので、今日の衣装、今日は安室さんは3時間ぐらい、メイクにかかった時間は3時間ぐらいで、ボディとかも1時間以上かけて描くのをものの数秒でこんな感じで落ちてしまう悲しさよ。はい、でこのぐらい落ちたらあとは流してきます。ばお風呂から上がりました。でビール飲みたかったんだけどなかったので、友達にもらった青森のリンゴジュースで我慢しようと思います。ということで今日もお疲れした。